仕事も人生も何でもありのはずなのに、いつの間にかやり方を決めつけている。パンを刺身にして煮込みにつけたのをおかずにして飯を食ったっていいんだ。失敗してもこけてもだるまのようにまた起き上がればいい。時間や社会にとらわれず幸福に空腹を満たすとき、つかの間彼は自分勝手になり自由になる。誰にも邪魔されず気を使わずに物を食べるという孤高の行為、これはこの行為こそが現代人に平等に与えられた最高の癒しと言えるのである。こんな大きい牛の舌見たことがない。あらららららディープキスがしたい。これは仙台初中卸一押しの霜降り最高級牛タン 700g ブロックだ。牛タンブロックとは焼肉屋でよく見る薄切りの牛タンの元となる塊のことです。真空パックを剥がしていきます。ファーストタッチすると程よい弾力、肉質はしっかりしてますね。最高級合格。旨味の元になる細かいサシがびっしりと入っており、断面はうっとりするほどのピンク色、柔らかくてとっても美味しそうです。牛タン名所味助けの初代佐野慶志郎様に感謝。缶ビールと比べても分かるようにかなりのボリュームです。焦るんじゃない、どんな一食だって一生に一度の飯だ。落ち着け、直感をそぎ落とすんだ。でも牛ちゃんがかわいそうだ。切るぞ、断ち切ってやる。おりゃー、人間の胃袋を満たすために飼育され、命と引き換えに最後は肉となり死を迎える。この牛のベロ、厚みがあってめちゃくちゃ硬い。包丁を立てて少しずつ奥に差し込んでいく。牛は人間のためにその身を捧げ、人間のために魂を献上する。うわー、うまそうだ、いただきます。仙台牛ちゃんごめん、断面が絶景すぎる。この物語は食べるために飼育された家畜、牛のレクイエムである。この世に生を受けたわずか9ヶ月の命のペロ、俺のエゴだと笑うがいい、運命を呪うがいい、子孫をつなぐために牛は犠牲にならざるを得ない。圧倒的感謝。こちらがタン元と呼ばれる最も柔らかい希少部位。通常のタンに比べて脂が乗っているように思います。人は何かの犠牲の上に成り立っていること、人が生きれてる理由をどうかどうか忘れないでください。せっかくなので贅沢に厚切りステーキも用意しました。普段こんなに贅沢な食べ方をすることはないのでワクワクすっぞ。シャギ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 、舌を切られるって痛いだろうな。フライパンに牛脂をひいてラードの作業を始めます。待ってました、俺に尻尾があったら今ちぎれんばかりに降っているところだ。あら、スーッと消えた。いいぞいいぞ、鉄板焼きってなんていうかライブ感があるんだよな。一人なのに頭の中いちいち大歓声というか、鉄板はステージだ、舞台だ。牛タンの食べ方は人それぞれですが、美味しいと誰もが感じる焼き加減が存在します。火力が強すぎても弱すぎても肉汁が全て逃げてしまいます。肉汁が少なくなると自然と硬くなってしまい、牛タン本来の旨味を感じることができなくなってしまう。理想としてはチューブがレア程度のピンク色を残し、外側をカリッとさせること。おっとおっと、慌てて焦がしちまうとこだった。この牛タンの厚み、普通の焼肉屋さんでは絶対に食べることができない分厚さだ。このフライパンの中に日本の施設が肉と共に組み込まれている。皿の中に日本がある、歴史がある、自然がある、宇宙がある。キッコーマンのステーキ醤油を使います。ニンニク風味で癖になるんだ。これがタンの厚みは自信の証、その美味しさに舌を巻く。いただく。ご無沙汰しております。うわ、俺はこれがいいんだ。牛になっちゃう。トン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 、うまい。柔らかみが違う。喉が膨張してる。カウカウ搾乳しそうだ。ノエー連れてけ。あれ、うわ、やばい、あまりの美味しさに壁に穴が開いちまった。やった、お母さんごめんなさい、すいません。これは麦飯ではなく白米なのが納得の味だ。仙台牛を飼育したい。肉を焼き、飯を食う。俺の端は蒸気機関車のピストンだ。もう頭が痒くなってきた。腕が高鳴り、内臓心臓が膨張してる。喉が幸せすぎて爆発しそうだ。口の中を牛タンに占領される幸せ、その幸せがみるみる消えていく切なさ、この複雑な気持ちはどこにぶつければいいんだ。もっと牛タンを焼くしかない。俺の体が欲している。切なくて複雑な気持ちってまさに恋そのものじゃないか。恋愛だこれは。焼いてるこの子を見ているとニヤついちゃう。もう明日告白しよう。振られたらどうしようかな。まるで俺の体は製鉄所、いわその溶鉱炉のようだ。おお、1年ぶりに俺はまるで人間火力発電所だ。ご飯を巻く、白米巻く、寿司を食う。うわ、これもいい。打てば響く弾、
さすが仙台。ぐるん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 。肩の凝りがなぜかほぐれた。友達と焼肉行っては絶対できない行為。2枚連続重ね。ああ、一人焼肉って最アンドコー。俺も友達いらねえ、ぼっちでいいわ。右手が震える。震えまくる。ご飯が進む。肉食ってこんな手が微動することありますか？ないでしょ。ポッカレモンもありだな。タンといえばレモン。タンにレモンをかける風習は1976年に六本木のクラブホステスのアイデアで生まれたらしい。これは橋を置く。足が命令してる。銀色のやつを体が欲している。おっとっとっと、泡が出てきた。うめえ。キンキンに冷えてやがる。あ、ありがてえ。涙が出る。うめえ。犯罪的だ。うますぎる。染み込んできやがる体に。酒苦手なんですけど、うまいです。こんな最高級の牛タンを食べれる幸せ。仙台牛でご飯をかっこめる喜び。俺は今生きている。これ以上何を望む。もうどうにかなっちゃいそう。自分が何してるか分からなくなってきた。二度目のラード作業を開始する。ワーンと消えていく。俺は思いついた。胃袋の常識を押し広げる新しい概念が投入された。俺は独眼流伊達政宗になる。欧州を制圧する。仙台牛3枚を白米にのせ、特製醤油を上からかける。ここできました生とろろ。ちょっと醤油かけて混ぜる。とろろをぶちかける。はい、これ犯罪事件ですね。仙台夏の陣の始まりだ。今から始まる幸福の時に向かって期待が高まり、心の中はこれから来たる食の魅惑の期待に戦慄している。長い道のりだった。来た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 、伊達政宗来た。超伊達政宗、スケール隙のない猛攻撃だ。出陣だ。ニンニク、とろろ、白米。こいつはグイグイいける。仙台牛タン戦国時代を生き抜いて磨き上げられた本物の強さがここにある。俺はまだまだ君のことを分かっていなかったよ。今のままじゃ付き合っても倦怠期が来て俺が振られるのがオチだ。独眼流は神だった。ビールが進む。本当にやりかねない。ビール一本のために強盗だって。うっかりと 300g 余らせる切り裂き。幸福の炭足が漏れた瞬間だった。フォークで刺しまくり、下味を入りやすくする。塩コショウを適当全体的にまぶす。ラップに包み10分冷蔵庫で寝かせる。食べたいものを一度決めたら一意専心で探しまくるんだ。その先にきっとまた新しい幸せが待ってる。気持ちはまさにトレジャーハント。一人だとね、他人のこと考えないからいい。自分が焼いた肉なのに、キープした肉なのにって食べちゃうやついるでしょ。俺が育ててる肉なのにっていうのにね。一人だとそういうことがない。食べたいだけ食べれる。全体的に焼き色がついたらアルミホイルに二重に包み、ジップロックに入れる。お湯を沸かした鍋に入れ蓋をして、さあみんな何ができると思う。野菜というオアシスで緩急をつける。このピーマン侮れない名脇役だ。椎茸はホグホグしてる。酒、醤油、レモン、みりんを加え、ニンニクチューブをぶち込む。秘伝のタレが完成だ。もう皆さんお気づきだろう。仙台牛タンを贅沢にローストビーフにしました。美味しさに理屈はいらない。俺の口は世界を股にかける遊牧民だ。酒飲みのまるで救いの手のざまだ。恋をしてさ、惚れて惚れて惚れ抜いて、その人だけのために世界中の綺麗なもの集めてこい。今俺はそれをやってる。大切な牛のために何かをする力を得る、そういうことも大事である。この額のシワと眉間がこう、うまいってことを物語ってる。何も言わなくてもここが美味しそうだなって。もう牛最高、仙台牛最強。うますぎる。うまい。これまた美味しくいける。うまいける、うまいけるジャクソンだ俺は。ごちそうさまでした。
クション。俺の好きな歌手知っとる？知りません。ウルトラソウル、ヘイ。音痴すぎやろ。音痴なの、ばあちゃんは。なんか歌えんの？歌えない。なんか歌える曲ない？歌えない。